Thank you.
I
建築の姫路城、松本城に次いで3番目に当たります。城郭建築の最盛期である慶長年間に建てられた大規模天守として、現存天守の中で有数の規模を誇っています。 階中央にある地階と1階を貫く東西2本の東柱は丸太状の様相を残したひときわ太い。一方、木所番付の建物は3階と4階でしか確認されておらず、現在は壁や床材に隠れて確認することはできません。こうした番付の違いの他にも、具材の芯、柱の太さや 丸亀城天守や宇和島城天守などの建築に引き継がれることとなり、城郭建築史における天守構造や工法の発展過程を示す類型であるとして、国宝指定の大きな要因となりました。天守3階の南北にある梁田支部は外壁が漆喰で塗られていて、さらに花頭窓が設けられています。 加藤窓は禅宗の仏殿など自社建築に多用されていたものが次第に天守にも取り入れられるようになったもので、装飾